皆さんこんにちは。5月の歌舞伎座に来ました。5月の前半、歌舞伎座が緊急事態宣言、新型コロナの緊急事態宣言で、閉鎖されていてちょっと心配だったんですけども、中旬から再オープンしました。見れてよかったです。今日は三人吉座、そして、土蜘蛛を見ます。また感想をこの後述べますのでよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。レッツゴー。2階の一番前を撮りました。おお、今日は花道がよく見えるはずです。三人吉さん、巴の白波は美しい娘の姿の盗賊右近さん演じるお嬢吉さんが、莟玉さん演じる豊かな乙瀬の懐から100両を奪い取ります。それを見ていた御家人崩れの隼人さん演じるお坊吉さんが100両をお嬢吉さんから奪い取ろうとします。争う2人を美之助さん演じるお嬢吉座が取りなして、そして3人で義兄弟の契りを交わすという話です。こいつは春から縁起がいいや。つい、吉さん、お嬢吉さんの役に入り込んでしまいます。お嬢吉座、お坊吉座、お嬢吉座という吉座とい う川竹木阿弥の演目です。いや、若い人たちの演技いいですね。しかも、結構イケメン、美女お揃いでした。特にお嬢吉座の右近さん、言葉、あと顔の表情、女の役からふっと盗賊の男の役になる変化する姿、良かったです。最初の方の刀のさばき方、刀を盗んでそれを自分でさばくところは、わざとかもしれませんけども、もう少し改善の余地があると思いました。あと、乙瀬、よだかの莟玉さん、可愛かったですね。とてもぷくっとしていて、可愛い女性の役、見事でした。舞台の後半の三人の吉さで、ちぎり、兄弟のちぎりを結ぶところもなかなか面白かったです。ああいう風にやるんだな、腕から腕を切って、血を出して、それを杯に注いで3人順番で順番に回すと、なるほどという感じでした。それでは今度は次に土蜘蛛です。さあ、どんな風になるのか楽しみです。また終わったらレポートします。それでは行ってみましょう。土蜘蛛はこの舞台を元にした作品です。猿之助さん演じる源の頼光が病床に伏せってました。そこに松緑さんが演じる父上と名乗る比叡山の僧が姿を現します。でも実は土蜘蛛でした。最初は頼光と父上が戦い、そして最後は土蜘蛛と頼光の家来たちが戦って、最後は土蜘蛛が切り伏せられるというシンプルな話です。土蜘蛛もおりました。いや、松緑さんうまいですね。ちょっとびっくりしました。あまり正直言って、期待してなくて、久しぶりに松緑さん見ましたけども、声もいいし、目力もあるし、足を踏み鳴らし方、いや、演技も大きくて、土蜘蛛も素晴らしかったです。もう最後の土蜘蛛と戦いはもう続々しました。そして土蜘蛛が、蜘蛛の糸を投げまくります。その蜘蛛の糸を光剣が引き取ってくるくるくると巻く姿もとてもスムーズで、微笑ましかったです。そしてよくきちんと演技が見えるようにしてくれました。頼光、源の頼光は猿之助がやっていて、少し半沢の木っぽいところもありましたけども、頼光の猿之助対比叡山の僧の松緑さんと
というところもとても見ごたえがありました。あと立ち持ちで寺島正秀くん、可愛いんですけどもキビキビと動いて、とてもいい演技をしてたました。今日舞台的には巨大なお能舞台、松豆ものですし、普通の能舞台の2倍以上あるようなところで、17人のなんと重体さんと林方で、迫力ありました。まあ、お能との比較でもいろいろとあると思います。お能の土蜘蛛もぜひ見たいと思いました。本当に今日は前半は3人吉さということで、若手が頑張っていて、正々とした演技でしたし、後半の土蜘蛛これはもう圧巻の安定の演技でした。すごい歌舞伎迫力あります。お客さんも入ってました。楽しみです。それではこれからもいろんな和風を楽しみましょう。いいね押してくださると嬉しいです。それでは5月歌舞伎座からお伝えしました。それではまた。